1960年代の初め、若いアメリカ人数学者スティーブ・スメールはコパカバーナの浜辺である発見をした。彼は馬蹄を見つけた。もちろん砂の中からではない。彼の馬蹄は実際には当然のことだが抽象的な数学の対象だ。カオスの最も基礎的な要素を探すという単純なアイデアから得られたものだ。まずポアンカレによる古典的な考え方を説明しなければならない。空間にベクトル場があるとしよう。この円盤から出る軌道はぐるっと回ってこの円盤に戻って突き抜け、再びぐるっと回るということを繰り返す。円盤の各点 X に対して X を出る軌道を観察すると、やがてそれが戻ってきて円盤の他の点 TX にぶつかる。何秒か後にこの点 TX は再び変換 T で移される。第3の点 TTX が得られるのである。そしてこれが続く。毎回点は変換 T で移される。空間内の軌道を研究する代わりに円盤上の点の列を研究するのだ。描くのはずっと簡単になる。連続時刻の力学系を離散時刻の力学系に置き換えたということだ。離散時刻は0、1、2、3だ。多くの場合この方がずっと分かりやすいのだ。ここでは変換 T は3分の1回転だ。中央の軌道は回転の固定点、すなわち円盤の中心に対応する。他の軌道も同様に周期的であるが、出発点に戻るための周期は3倍である。回転が3分の1回転だからだ。今度の変換 T は相似変換だ。軌道はもはや周期的ではない。逆に中央の軌道に巻きつきながら近づいている。中央の周期軌道は安定である。今度は不安定な軌道だ。変換 T は子猫を横方向には縮め、縦方向には引き伸ばしている。中心は固定点だからその軌道は周期的だ。横軸上の軌道は固定点に近づき、縦軸上の軌道は固定点から離れていくのがわかるだろう。かわいそうな子猫だ。さて、馬蹄の話をしよう。この正方形が時刻とともに変形する様子を見てみよう。変換 T は引き伸ばし縮めるが、さらに折り曲げていく。正方形が元の円盤に戻ってきたとき、その形は馬蹄形だ。今度は時刻を遡ったら、逆変換で正方形がどうなるか見てみよう。引き伸ばし、縮め、折り曲げているが、すべて逆向きになっている。正方形の未来と過去を考えてみよう。1回目で前に見たように馬蹄形になる。
逆向きの、つまり過去への1回目で正方形は4分の1回転した馬蹄形になる。正方形と馬蹄形の共通部分の2つの縦向きのバンドも縮められ、引き伸ばされ、折り曲げられる。過去に向かっても同じことが起こる。この構造が無限回繰り返される。この馬蹄は少し複雑なのだ。このダイナミクスをどのように理解すればよいのだろうか。この部分を A と呼び、この部分を B と呼ぼう。驚いたことに、アダマールの側地線やビリヤードの時とほとんど同じことが起こるのだ。A と B の任意の有限列に対し、今度は BABB のように繰り返しがあっても、ちょうどその道順をたどる周期点がある。BABB の例では、それは B の点で A に飛び、B に飛び、また B に飛び、そして最初の点に戻る。これは A の点でずっと A にとどまる唯一の点だ。これは固定点だ。こちらは B にある固定点だ。今度は A と B を交互に飛ぶ点だ。ビリヤードの時と同じように有限の点列に限らなくてよいのだ。任意に無限列 BBAABBBAABABA を選んでみる。それに対し、これからこの道順をたどる点が存在するのだ。考えてみると信じがたいことだ。どんな将来への道も少なくとも一人の人間が実現するのだ。しまった、一点が実現するというはずだった。すべてが可能なのだから予測は不可能だ。自由が再発見されたのだ。すべてが可能だ。これがカオスのスローガンだ。スメールさん、ありがとう。カオスについて完全に知らなくとも、カオスを理解できるとスメールは気がついていた。歪んだ絵からでも顔は見分けられるものだ。スメールは馬蹄は安定であることを示した。気をつけよう。軌道が安定だと言っているのではない。軌道は安定どころか、初期条件に対して非常に鋭敏に変化する。ここで言う安定とは、前とは違い、構造安定と呼ぶものである。歪めてもまだ見分けられるということだ。見てごらん。右側は元の馬蹄だ。左側は少し変形した馬蹄が作られているところだ。結局のところ、正方形を引き伸ばして長方形にして、折り曲げて馬蹄の形にする方法はいろいろとある。これは惑星の重さがわずかに異なる2つの太陽系を考えるのと少し似たところがある。2つのほとんど同じ馬蹄を考える。
元の馬蹄に対して行ったのと全く同じように部分 A プライム B プライムを取ることができる。この時新しい馬蹄の軌道も A プライムと B プライムの列で記述されることが前と同じようにして証明される。したがって変形された馬蹄も元の馬蹄と同じようなカオスを示している。カオスが存在しその存在を壊すことができないのである。実際スメールは2つの馬蹄はある意味で同じであることを示した。見てごらん、右と左の2つの軌道は同じ振り付けに従っている。同じように AA プライムと BB プライムを通過している。1つ目の馬蹄の軌道に対して2つ目の馬蹄の軌道を対応させることができ、逆方向にも対応させられる。この意味で構造が安定なのだ。馬蹄をいろいろと変形してもそれはカオスであるだけでなく前と同じダイナミックスが現れるのである。一つ一つの軌道は不安定であるが全体のダイナミックスは安定である。20世紀の初めポアンカレはたとえダイナミクスの詳細がわからなくてもダイナミクスを理解できることを彼らしい言い方で説明している。これから起こる現象を予言してくれというのだね。たとえ運悪くこの現象の法則を知っていたとしても手に負えない計算をしなければいけなくなって答えを与えることはできないのだ。しかしね、うまいことに法則は無視してもよいのだからすぐに答えが出せる。そしてとんでもないことに私の答えは正しいのだ。カオスの共存性、すなわち各軌道の不安定性と全体の性質としての構造安定性、これは本当に驚くべきことだ。私は不安定だが、私を取り巻く世界は安定なのだ。安心した。